普通に浮っててさこうやって歩いてるときとかこうやって揺れた髪の毛が黒くてびっくりするはい久しぶりに髪の毛黒くしましたあっ髪がね いつもしいありがとうねなんかいろいろ昨日からたくさんなんか変な <laughs> まとめが立っちゃってなんか書かれ方はめちゃめちゃよくなかったので気にしないでくださいね。 ありがとういやなんかいつもなんか本当にごめんね,ね <laughs> ありがとう本当にみんな私の ファンの人たちがなんか守られてる感あったわ嬉しかった <laughs> 久しぶりに まあ変化球ですよね私が黒髪にするの <laughs> 壁シャワーみたいだね <laughs> で壁しゃ取り終わった後にいつも黒くするんだ学べよな違う人やみたいな <laughs> ね、メニュー表詐欺みたいななんかでも実際結局あの私は顔の作りが。 ととそんな造形的に綺麗な方ではないのでなんか運良くいいところに配置されてるみたいな <laughs> 自分で言うのもなん,なんだけど。 でもまたモテちゃうな <laughs> ワンチャン気づかれないんじゃないかって思ってさすがみんな気づきましたね。 やばい、みかん一生食べちゃうみかん一生食べちゃうちょっとみかん一生食べちゃう病え電波悪い電波悪いですか大丈夫 分かったり言った言てんねラグいよとか個人的な状況書か,かれてもなんかみんなに影響するから <laughs> なんか私も心配しちゃうし唇がぷっくりしてるあれ悪口 ルグチですかよくないな礼儀に向かってそんな無礼を働くとは髪の毛ふわふわで可愛いね <laughs> 優しい えーなんかでも本当に明日お話し会じゃないですか明日大丈夫かな私。 <laughs> うん。なんか、心配。明日何が不安なのいや、なんかファンの人たち、みんな優しいんですけど、なんか、本音を言うと <laughs>、本音を言うと、 なんか…久しぶりにすごい悪意のあるまあコメントとかたくさん来ててちょっと震えたうん怖くて。<laughs> 来週ののイベント延期なのかいましたあ佐さん、ありがとうねえそうまんぼう出ちゃって延期になっちゃったんです私はファンのみんなに会いたい気持ちだったんだけどいろいろひどかったですねえほんとにありがとねたくさん守ってくれてか私のファンの人で 多分、その私がね、あんまりもう、そのことについては、好き放題書かれるから言わないけど、でもなんか、こうした方がいいよ、みたいな、アドバイスたくさんくれて、なんか、すごいいい感じの、あれに向かってるので、安心してね。 本当に、ありがとう。たくさん。でも、やっぱ、みんな頭良くて。助かりました。なんか。やっぱ。みんなの言ってた通りだった。うん、ありがとう、本当に。何よりです。いや、いや、いや。ガチで、本当になんか、私の。こと。 守ろうとしてくれてる人がいることに嬉しいうれしみというか,なん,かなんて言うんですか本当に。あ解決できそう大丈夫だよ。 うあんま言わないでおくねでも大丈夫な方に向かってるとだけうんいやなんか私がさ困ってたり悩んでたり自分の意見って合ってるのかなって 心配な時になんか「大丈夫だよリカちゃん間違ってないよ合ってるよ」って言ってくれるそのかっこたる根拠にファンの方がいてくれるだけでいやほんと安心すごいんですだからほんとにありがとう <laughs> いや、でもその明日の何が不安ってちょっと朝激早くてなんか詰め込みますよね予定 <laughs> いいんだけどなんでちょっと起きれるかなっていうのもあるしうん 身そうなんかあのそのお話し会の前になんかミーティングとかたくさん入ってるずらせんもんかなっていう。 今日の差し入れでいただいた。うん。みかんを食べてます。うん。でも明日頑張れば。 その分まあオフが増えることもないんですけどまあ早めにやっとくことに越したことはないよねうんもらったから食べなきゃっていう。 でも本当に今日は差し入れのやつと差し入れのみかん2つとイチゴ1個とチョコ1個とウイダーインゼリー <laughs> と今日のごはんうん。 そうなんですよやばくないえらいよね <laughs> でもやっぱりその 私、今、流動食しか食べないっていうのを言ってるんですけど、すごいね、今、嫌味っぽく、固形物食べててよかったみたいなコメントあったんですけど、ガ <laughs> チでこれしか食べてないので許してほしい。うん でも痩せなきゃいけないのでお粥なのせいやお粥ダメですよお粥ダメなんですよお粥とかなんかそういう雑炊とか。 But you, かわい,い急にありがとういや今日はあの防音の <laughs> とこにいないので歌歌えないんですけど腹筋はやります3分を3節。 1>, 1曲ってだいたい3分だよね、うん、まだやんないけど10時半からやろうかなうん3節。 す回数じゃなくて時間なんで、ね、うんあの V 字なんで V 字腹筋え測ってもらっていいですか <laughs> も私も時計見ながらやるけど半から始めてまず3分1分間のインターバルなんで半から33分までやって34分の間は休憩して35分からもう一回やりますで35分から38分までやって えっと39分の間休憩して40分から43分までどうちょっと今日防音じゃないんですよだからあの迷惑になっちゃうのでえっと <laughs> いや,いや違う違う違う。ファンの人たちを、に、ね、見ててもらわないと、私サボるから、<laughs> 自分に甘いので。 いろいろ甘くていいと思いますし <laughs> たそうだよねなんかその昔のさ私結構我慢してて <laughs> 食べるものとか 摂取するものに対して結構シビアにやってるつもりなんですけど昔のさ写真がさ出てくるあの iPhone ってスライドしたらさ今日のこの日みたいな出てくるやつあるじゃんそこにさなんかビール持ってるさディズニーシーでの写真とかさ 出てきてさアピール飲みたみたいな <laughs> やばいのだしもうなんか好きなさ YouTuber さんとかさがさこうなんかウーバイツのやつとかやってたりして食べたいってなる。 いほんとガチでだけどちょっとマジでやばいとこの機会を逃せば絶対にこいつはサボるだからちょっとファンの人に見てもらいながらまあ配信できない時もやるんだけど 配信やれてる時はファンの人に見られてる時にやろうっていう。いやでも何かそういうのない。 裏切れない感じは、そうでしょ。眠っ。好きなの前に伝えた、ブクブク太った。あのこれガチなんですよ。太る時ってマジで一瞬で太る。 ライブあったんや、くま。インストライブ。インストライブしてないよ。あ。ああ。朝方のやつかな。 あれバレないと思ったのになんで知ってんのみんなあ通知ね バレないと思ったのにて通知見てないいや起きてないので正解なんよなんで起きてんの?」って私言ってたもん。 だったら友達減るみたい元々いないのに減りようがないんだよね <laughs> ガチで私友達元々いないから減りようがない 眠い,、ね、い想像を超えてくる絶する眠さ想像を絶した眠さですね。 目薬の刺し方キモいランキング第1位 <laughs> こうやってちょっとあの水滴が出してるようにしてこうやって白目に刺しちゃうその <laughs> 文字通り刺す。 向いてえ、こっちの方が楽じゃないこうやってちょっと開けてここであの水滴を出しとくんですよ表面張力の状態それをそのピッて白目にぶぶっ刺すだけ。<laughs> どうやって足上げやろうかなこうやったら見えるちょっと待ってねどうしようかなあこれでいいわきっつのがねもうやばい今日朝起きたらさえお腹痛いってなって。 普通に腹筋痛かった。無防備ではない、入ってるよ。入ってる入ってる。ワンピースだしこれ。ガチでやっお腹痛いと思って、起きれなかった。そしたら。ここが筋肉痛なの。やばくない。 筋肉痛の時はとれえいやいや筋肉痛の時に反復しないと筋肉がなんかあれするって言いませんいやあと6分あと6分で腹筋開始ですはい いけるかなあ、きついきついこれでいこうやばい、どうにかこの 本気アスリートトレレベルのトレーニングいや私本気アスリートじゃないんで <laughs> その筋肉痛すら快感やばい筋肉オタクいる私なんか意気揚々と「いや鍛える時はこうした方がいいよ」みたいな言ってくる人嫌いなんだよね。 筋肉ついてる人嫌いだし。うん。見栄っ張りさんなんだなって思っちゃう。 とりあえず一緒にやってみよう自分のペースでね、でもいやこれ私結構あの、骨格的に。 やっぱ他の部位は太りにくいんですよ <laughs> で言うてもお腹についてるってほどでもないんだけどでもさなんかやっぱ他の部位よりも出やすい部分ではあって。 手足が細い。そうなの。やっぱ、え、その、やっぱ骨格ウェーブの人って太りにくいらしいです。ほら、めっちゃ、一応細いでしょ一応ね。どう一応細くない、まあ、二度でもありますけど、一応細くない だって <laughs> 言うても、まあ、40ジャストオーバーぐらい156でなのでと、ね、マックス痩せてる時は37とか8とかだったんですよ。 そう <laughs> 内臓入ってる入ってるよやばいあと1分だねあと1分私の携帯のさ時計さなんかちょっとやっぱ早いかもだから私の携帯合わせていくね30分から3分間33分 34分になる瞬間までかえそうだよね303132いや違うわ303132あれいや分かんなくなってきたやばい数学はい来ましたいきまーす 来てる。今仕上げてます。<laughs> いや、昨日の聞いてる臭いな、これ。やばいぞ。<laughs> 昨日の聞いてる臭いな。 やばいえガッチでやばいいける頑張るうっ いやアイドルなんで私はきつくても頑張ります痛いで今日ね防音の部屋じゃないから歌歌えないんだよねだから明日は歌えるようにしておくのでちょっとしんど やばい、やばい、<laughs> ガチでやばい。超痛い、腹筋めっちゃ痛い。<laughs> まだ二分、もうちょい、もうちょいあと一分。 長げ一生で一番長い3分。やばい。あ三30秒長く感じる。長く感じる。ガチで。おお。 もうちょっともうちょっとやばい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  <laughs>、はあはあ、やば,ーい、はあ、やばめっちゃ痛いえ 昨日よりやばい、はあ、次34分から3分間やりますいやインターバル短い <laughs> 34分から34 35 36, 36分までだよね合ってる計算え合ってるはい行きまーすやばいやばいやばいグッズでやばいいや 違うこと考えよう。違うこと。違うこと考えよう。違うこと考えよう。なんかない違うこと。えっと <laughs>。明日の朝ごはんは。明日朝ごはん食べない。食べれない。前髪かわいい。ありがとう。 明日は何し、明日はお話し会だから、皆さん、お話し会を、楽しんでくださいね。え、<laughs> 顔赤くなってきた。 やばい,やばいうっ, <laughs> あっ遺言みたいだって遺言だもんだって遺言だもん <laughs> 死ぬ死ぬぞ あと1分あと1分あと1分ふあと1分うあ、死ぬさっきよりでも短く感じたはい残り 三十七分から四十分までやります。いや、やばいね。あ、え、三十七まで、じゃあ次四分間やるわ、三十四分にするわ。 違うわ。四十一分か。四十一分にするわ。はい行きまーす。<laughs> 死ぬ。 え、だって警察がいるんだもん3分警察がだから聞いたじゃん合ってるってその時に言えよな <laughs> その時に言えよなうずいからブロックしたわ あと,あと3分やばいガチでやばい本当にきつ <laughs> さて私が今回いただくのはえみかん2つです うん、あと2分あでもなんか安定してきた。あんか山箱終えた感じある。 なんか安定してきた逆に痛い,いなでもやはりいや聞いてるよ聞いてる長くね 長くないか長くないか長くないかあと1分やばいもうあのお腹今触ったらすごいやばいラストスパート 4分無理いや無理でしょうみんな自分に甘いね私は勝つよ自分にやばいあとどれぐらいあと何分あと何秒あと何秒誰か教えてあと何秒あと何秒終わり ついやばいでもなんか腹筋に効いてる感じある、はあ、はあ、死ぬかと思った偉すぎるありがとうございます測かってくださって。 いや結構効いたよね効いたよね <laughs> 遅めの4分って感じだったわもうお腹痛いんだけどえ痛いよねかなんかしかも昨日やってる分なんかもう半分筋肉痛の状態からスタートしてるから そうえなんかさ <laughs> もうしんどいんだけど今日のねお仕事帰ってきてで携帯でお仕事の,あの確認とかいろいろ返さなきゃいけないもの提出しなきゃいけないものとかを片付けてて。 それでもう気絶するかのように寝落ちしたのでさこうやってさ寝っ転がってさ携帯さくっていじっててでやばいなと思ってもう眠いなと思ってたけどこれだけやんなきゃと思って本当に記憶ないんだけどどうなってどうやって寝たか。だけど気絶するように一瞬寝ちゃってそう。 背景こいや私ボディービルダーになりたいわけじゃないので。いや気絶してたガチで。 それぐらいね結構今日はカロリーの高い <laughs> お仕事だったんですけど。 でもこの後ちゃんとストレッチとケアとあとは腹筋でもなんか腹筋を鍛えるにもなんか効くこの腹筋ではここにここのなんかあれに効くみたいなが違うらしくてであの今この 横の部分には効いてないので、後で横部分のやつもやらなきゃいけないんですけど、それはちょっと配信で見せられないので、後で一人で頑張ってやります。 頑張るいやでもほんと疲れたな今日ガチで疲れた <laughs> マジで疲れたなんかこれといって疲れる原因だったのはこれみたいなしっかりとしたあれはないんだけど にしたって疲れたわ皆さん TikTok 見てくれましたか今日ねたくさんあげたん で、あの、今日は壇上サインにします。いつも、あの、ありがとうございます。今日は壇上サインにしたいと思います。サインまでの方に書こうかなと。黒髪リカ姫の写真があるので。 そうまだ写真はどこにも出してないのであマスクしてるやつとこうやってやってるやつはツイッターにあげたけど全体を載せてはないので。 トップスだかなこれはね、ワンピースだよ匂わせ <laughs> ワンピースなの海鮮似合ってる。髪色いも洋服も、あんま全部かわいい。<laughs> いそうやって帰ってくれる女の子たちがかわいい。ガチで。 毎日生きていけるよ <laughs> かわいい今度私も黒上壽クおそろいえお揃いだでもねリカのちょっとピンク入ってるお揃いにしよう若干ピンク入ってるでもねちゃんと黒るだよ がさん再来年には結婚する再来年再来年かでも確かにいい時期かもね「ホッカーさん定気ありがとうガチ助かる」そうなんかね濃いピンクみたいな。 わかるかな多分伝わらない。なんか、わかりやすい髪色の写真、今日の壇上サインで載せるから、見て。<laughs> 光が当たってピンク分かる。そうそれぐらいの色。え、お揃いしようみんなで。ユうタさんとか行ったらね、やってくれる。だけどゆ、ユタさんが毎回ちゃんと色の説明をしてくれるの。今回は、これとこれとこれ入れてるからね、みたいな。マジで覚えてないし、何にも分かんない <laughs>。だから、ファンの子に、なんていう髪色ですかとかめっちゃ聞かれるんだけど。 という田さんに聞いてもらった方がってなるんだよね結局のところそうでなんかさむずいんだよ髪の毛ってなんかいろいろそのなんだ要はさ絵の具をさ混ぜてる時と一緒でさ 何色と何色混ぜたら何色みたいなのがちゃんとあるわけ。その、髪の毛の染料は染料のルールがあって。それがめっちゃ難しくて。で、私、その、ゆったさんって本当にすごい人で、なんか、本当にすごい人なの。で、<laughs> ガチで、普通だったら本当予約取れないぐらいのはずなのに、なんか、 やってくれて、それでめっちゃ、ね、かわいい色にしてくれるんだけど、なんかね、ほんとに、繊細な色っていうか、微妙なその、例えばさ、茶色とか、その、ブラウン系のアッシュでって言ったらさ、なんかその他のとこでもそれっぽい色にはなるよ。だけど、その体、退色色が抜けた時に、全然違う色味になってたりとか、 裕太さんのところのはめっちゃ綺麗に落ちるしなんかそこも楽しめるみたいなだから本当に私ガチで裕太さんに出会ってなかったらどうしてたんだろう髪の毛って思うぐらい救われてるでもね一瞬でバレるその私の。 悪業が、あ昨日髪の毛乾かさないで寝たでしょとか「<laughs> 前髪自分で切ったでしょ」とか一瞬でバレるんでちょっともうほんと怖いんですけど「えなんでわかるんですか?」ってなるけど。<laughs> 髪の毛警察だからゆう太さんガチですごいだと思います本当にドライヤーはし いやだってもう本当に極限で疲れてたら私ドライヤーししながら寝落ちしたことあるの前言ったでしょドライヤー火事になっててもおかしくないぐらいつきドライヤーつきっぱなしでガタンってそのまま落として寝ててやばいよね <laughs> よく耐えたなって思って。 <laughs> って思って起きたらもうドライヤーついたままソファで寝落ちしてたこと <laughs> うんでも本当にね人間って極限まで疲れたらそうなるでもお風呂入んなきゃっていう意識があって。 <laughs> その狭間でやっぱ揺れてたそこまで疲れることもそうねえ私さ人と話すと例えばすごい大人がいる現場とかで人と話すとめっちゃ疲れちゃうのね、まあ、みんなもそううだと思うけど 私結構人一番いいその人の言動を100%で受け取りすぎたりとかなんか逆に気を使いすぎて空回りしたりとかするんだけどなんかそういうのが一日中続いた時とか玄関で靴脱いだ瞬間も 倒れるみたいなその張り詰めてた空気が自分家に入った瞬間にふって溶けてもう疲れたってううドッってくるみたいなもうそのなんかその瞬間経験したことありますかなんかあ <laughs> <laughs> みたいなやばいみたいなでも倒れて20分ぐらい玄関で気絶してやばいやばい またたしてたみたいな別にお酒飲んでるとかでもないのにめっちゃ疲れてもう靴すら脱げないみたいな <laughs> で人ってね一番私が一番しんどかった時はショールームをずっとやってた時なんだけど あの時はね、もうね、血が出たの。<laughs> 何からどこから血を吐いたんですよ、本当に。シェドを吐くとはこういうことかって思ったぐらい、いや、文字通りちゃんと血を吐いて、やばいやばいやばい、みたいな。死ぬみたいな。 したんですよでやばいなと思ってさすがにでも寝てない食べてないで一生配信してて一生喋ってるしでもうカフェインもり取りまくっててでも正直その頃ってさまだその自分のキャパが把握しきれてないというかあこれ以上やったらやばいみたいなそ LINE が。 分かんなくててか私結構わかんないんですよ自分のそのライン。<laughs> 無理してるっていう感覚がなくてまだいけるまだいけるって思っちゃってその最近はようやくあ私今すごい真相みたいな分かるようになってきたんだけど。 でもねほんとんかアクセルベタ踏みの上にブレーキ引きちぎってたかもなんていうんだっけランナーズハイみたいなもう走り続けて疲れてもよくわかんなくなってるみたいな状況に2回ぐらいなったかな。 いや,でもやっぱ私もうほんと忘れられない地獄の日々はキャバスカの時だったんでなんで私だけこんなになんか不幸な思いをしなきゃいけないのって思ってて。 でもあの時に結構もう本当命前借りしてた感じはありましたねだから占い師さんに「30からの未来見えない」って言われたのかな <laughs> <laughs> えでも占いその手相とか 先生術とかいろいろこうパターン種類あるじゃないですかあと眼相とかもでしょこの顔のそうとかほくろ占いとかいろいろあるけどでもなんか 要はさなんか星座とか生年月日名前みたいのってさなんか人間のその品番みたいなもので <laughs> 言いたいことわかる大体こ,こういう人はこういう傾向にあるぐらいの断定の仕方だったら私おーなるほどねってなるけど。 なんかその要はさ何十億人もいてさそのじゃあ逆に同じ種類というか同じ傾向にある人がいない方がおかしいじゃん。人間っていう同じ生き物なんだからさもしかしたらめちゃめちゃ遺伝子構造が似てる。 人間がいいるかもしれないじゃないですか。ねこの70億人ぐらいか <laughs> 今世界にいるのを知らんけど <laughs> その中からこう自分と似たような境遇とか。 生き方とかそういうことからこう割り出してるんだったら本当にすごいなって思うわけその占いしてる人をね。うん、だけどさなんか。 俗に言う未来が見える人っているじゃん <laughs> あれちょっと分かんないよねあ定期ありがとう。 友達がこの前前世見てもらってたいや絶対私前世マリー・アントワネットなんかこういう人は昔貴族だった人みたいなこういう傾向にある人は昔貴族だった前世が貴族みたいな ののがあっててそれ見てたの全部当てはまるの。だ絶対私マリンアントワネットか紫式部か清少納言だなみたいな。<laughs> でもほんともう生きていくたびに思うんだけど私ほんとに日本が好き。<laughs> いや日本の歴史マジでおもろい。 なんかその神話とかいろいろ国に伝わる話を調べたりするのも好きなんだけどね。<laughs> バチバチったりいや絶対なんかそういうのあったと 何時代が好きなのえ好きな時代か江戸かな やっぱ江戸でいろんなことが起きてるまあ長かったしね江戸時代は。だけどその西洋とかヨーロッパとかの。 中世の文化とかもめっちゃ可愛いいなと思うあとはめっちゃ昔のローマとかすごい楽しい江戸前後期の前期かな 版は。飛鳥時代とかにもロマン感じる。いや、わかるわかる。でも、あの日本にはね、消えた四百年っていう。あの、どこの歴史書にも載ってない。え、この間人間何してたの日本の人たち何してたのっていうのがあるんですよ。それは、でも、意図的に。 こう見せられないようにしたのかどうなのか分かんないけどそれがね大和尊の見事とかの,あの時代なんだけどそこの部分がねごっそし消えてるみたいな。うん。 やっぱ歴史って人の手で伝えられていくものだし、まあ、書物がある時代なら書物とかそういうのになるけどなんか明らかにこう誰かに改変されたみたいなのがあったりするんだってめっちゃ楽しくない <laughs> ヤマトタケードミコトだよねそうだよねあの県に名前書かれてるあの非ーイズル国とかの話のジパンクとかその辺の話がなんかおや っていうところがあるんだって、なんか私はあんま詳しくないんだけど、それがめっちゃね、おもろい。義師は人伝、以降の日本に関する記述がなくなるんだよね。え、そう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 、え、それだそれだ、それそれそれ、え、それだっけ？<laughs> なんかねどこにもその記録がないみたいな。でこれは後々作られたてか改変されたものだっていうのが分かっててじゃあこの期間何してたのっていう。 西暦三百年代が。ないんですよ。やばいよね。そういう話、マジでおもろいよね。 どこに出てくるか名前だけはわかるやつ。ああ、なるほどね。日本に関する記述がなくて。おもろっ。<laughs> おもろっ。なんか。 いや、そこでさ、もしもさ、めちゃめちゃ大活躍して、もうその人がいなかったら、今の日本はないみたいな、その、その人を、もう、敬わざるを得ない、何か功績があったとするじゃないですか。功績と、その功績を成し遂げた人がいたと。で、その人が、 ま後に家系的になんか天皇とかわかんないけど偉い人の血筋になっていくのか知らないけどそうなった時にもしかしたらそこで気に食わないというかそうなっては困る人がま反対勢力だよね。反対勢力が いたって思ったら、確かになんか改変されてても仕方がないなって思う。だからもうほんとその功績とその人の努力は世間に知られないままこう伝わったとかね。あとはめちゃめちゃいい人だとされてる歴史の記述ではされてる人が、あの、はちゃめちゃに悪いやつだったとかね。そういうなんか あるじゃないですか伝わり方そうだって その頃なんてまだだって何にもないわけでしょネットとか絶対に間違って伝わってることたくさんあると思うよ歴史は勝った人が残してるんだいやそうよねだって喧嘩もさ どっちの意見も聞かないことには分かんないじゃんなんかそういうことだよねでもおもろい鍋送られてきた鍋鍋だ美味しそうやばいお腹すく 戦後のアメリカによる。そんなこともあるんですか？でもわかんないけど、そういうだから本当喧嘩両成敗ですよね。誰が言った言わない。なんとかかんとかみたいな。そういうの？歴史上でたくさんあるんだろうなと思って私はロマンを感じてる。 誰が書いてるかは重要な視点です、ね、いやうんわかるよでもやっぱどんな争いにも得をする人がいるんですそうなった時に 誰が得してるか考えたら、本当のことわかるよってよく言われませんこの争いが起きて、じゃあ一番得したんだね。ああ、不器用や,やん、みたいな。ここやん、一番悪いの、みたいなね。そういうことがね、起こってくる。 まあただたまにたまにそうでもない時がありますが確かにまあ例外もあるよねおお NGT や久しぶりに見えた待ってこれ一個で NGT じゃないからねいっぱいいるから NGT この個体を NGT として捉えるのやめてねこんばんは NGT に優秀な個体でいらっしゃいや NGT にも私は必要ないんですよきっといや本当にそう思うなんか違う関わり方で角度で見守るみたいなことはしたいなと思うけど プレイヤーとしての責務は果たしたと、私は思っている。 どうですすかか必要ですかねでねもなんか隠居して実権握ろうと思ってる <laughs> そう政治を統治したい私は <laughs> NGT の政治をじゃない、えっと。 今までやってきてくださった、まあ、大人の方々もいろいろとご検討してくださったんだと思うけどやっぱり新しい家庭が必要だと裏でこう <laughs> 陰性ってよく分かったね。 上皇、そう後白河天皇 <laughs> まだまだこの世に生まれ落ちて幾ばくも経ってないその幼子を天皇に据えてまあ実質私が実権を握るというだから三期生三 <laughs> 期生に 派遣を取らせて私がすべて操るみたいなねそういう政治 <laughs> だいぶ悪いやつ <laughs> 恐ろしい <laughs>。 タンパクが、そう石棺精児ね。 さらに陰性だね。いや。そうですよ。嘘 <laughs> です。嘘です。あ、なんか出てきた。ふくふくキャンペーン。なんじゃそりゃ、初めて、あ、なん、なん、なんじゃそりゃ。ふくふくキャンペーンだって。 やってんだなんかもらえるの鍋もらえる <laughs> 美容グッズドライヤーえ欲しいんだけど ヘアアイロンヨボイ,イオンシャ,シャワーヘッド欲しいシャワーヘッド欲しい ドライヤーに安全装置付きのがあればいいです確かに <laughs> でもこの世界でドライヤーつけながら寝落ちするバカ私ぐらいだけだから多分それはねあのね需要と供給が成り立ってない。 <laughs> えなんかでもあの置いたまま座ったままその風が当たって勝手に乾かしてくれるドライヤーあるらしいですよ今。やばくない しかもなんか見たんだけどすごいスタイリッシュな感じだったピンクと白のかわいいやつすごいよねここでこうスタンドで立ててここでもずっとわーってやってくれててその間ずっと寝ながらで多分タイマー機能とかもあるんでしょうやばくないそんな時代だよ令和 吸うのは便利な時代ですよねあなたのためのドライヤーやん <laughs> いやでもなんかそれを買ってしまうと私は多分なんか良くない生活になる気がしてやめた自分甘えるなっていう人に。 ながらドライヤー。やばくない多分調べたら出てくるよ。なんかね、見た目もちょっと可愛いの。髪乾かすの何分かかる ?15 とかかな完全に乾ききるのは。 体感十五わかんないけどガチで長い十五分もえー、わかんない測ったことないもんだって。 髪長いと大変だね大変で,んですよしかも私ブリーチ網なんで全然乾かないんですブリーチ網ってあの結局ね色素が抜けててなんか水を含みやすくなってるんですよだから本当に乾かない。 ガッチでスタンド式のドライヤーは1万とかで買えるんだねあ調べてきた可愛くない この立ててずっとこのまま携帯いじって寝ても大丈夫寝ること前提いや寝たいっしょ眠いんだから一生。 なんじゃ服 <laughs> なんか服が来たよ今日はお休みしますねまた遊びに来ますはい早く寝たいのにってことはあるよね全然ある 洋服どこだか知りたいこれですかかわいいよねこれで、うん、はん <laughs> かわいいよねこれ久しぶりにあれなんですけどちょっとあのインスタで載せるので待っててください。 下で載せますので。少々お待ちください。 こんばんは楽しみにしてますお楽しみにお楽しみに なんかさなんか私あの門ちゃんが卒業発表するの。 感じてたよね、ちゃんと <laughs> いや絶対誰か言う気がするって言ってたよねここで <laughs> 私良くない予感がこれまたしてる <laughs>。でも <laughs> みんなで集まる機会そんなないからよくない予感がね私の中ですごいなんかあるんだよね。<laughs> 気のせいだといいけど。 私の第6感がそう告げてる <laughs> いやなんかなん,なんでだろうわかんないけどなんかよくない予感がしてる。 イベント20万達成してるねええ早っさっき言ったばっかりだけどさっき言ったばっかりだけど。 キョルーム一面が強すぎるいやなんか強 <laughs> キ,キャラ感あるよね <laughs> 私いやなんかお医者さんがさ、こうピラミッドになって歩いてくるみたいなあそこのなんか強キ,キャラがこうやって歩いてくる感じがしてる <laughs> 面構えが違うそれあれじゃん進撃の巨人じゃんこうやってなんか怪物が来たでで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 でそういうイメージ私の中で どけなって来 <laughs> るやつ絶対なんかそういうイメージ、うん、ラスボスラスボスたち 達成してるのリガちゃんだけやん。うんリガちゃんだけー。<laughs> ガチで強い。え本当に強キャラやん。全員。七 <laughs> 人ぐらいってあの逆光たかれて。 シルエットで見えないみたいなうん <laughs> キャラたち <laughs> さて誰から片付けましょうかねちょっとこうやって上まくりしてる人となんか「やっ,ちゃいやっちゃえやっちゃえ!」みたいな女性キャラの強いやつと。<laughs> でもそしたらなんかゴーレムみたいなでっかいやつがなんかその女の子のキャラを肩へ乗せて「いけませんお嬢様」みたいな言ってるけどそいつが一番強いみたいなね。でなんか「僕に勝てると思ってるの?」みたいな少年的な <laughs> 一見弱そうに見えて激強のサイ,サイコキネシスとか使えるやつの <laughs>。 やつがいたりとかあとはなんかもうあからさまにすごい強いなんかあの釘バットみたいなの持ってこうやってやってるなんか「俺様にかかるわみたいなやつと <laughs> やすごい博士っぽい人あああれね相手の。 勝利は確率的にないですね。みたいな。数字強いキャラ。<laughs> 僕の計算によれば、みたいな。そういう人でしょ。奴らに勝ち目は、まあ、ない。ええな。マットサイエンティスト。うわービラン めっちゃビランやんよだれ出た今ビランすぎて <laughs> それらをまとめ上げるトップがリカちゃんか <laughs> やばすぎるラスボス <laughs> よだれ出ちゃった <laughs> そういう感じがしてるよ。うちの男女は。<laughs> 世界観くさ。<laughs> いや、ラスボスないよ。 リカ様が多勢に引きを取るわけがなかろうと言わんばかりに。強いんよ。 いつからのイベントこれちなみに聞くけどいつから今日から <laughs> おお日本気出しすぎだろお前ら「今日からです」じゃないよ「今日からですすがすがしい笑顔」じゃないよ何してくれてんのマジで。 ねえありがとう嬉しいけどありがとう言わなきゃよかった軽々しく「うんドライヤー欲しい」みたいな <laughs> 言わなきゃよかったもうやることないやん <laughs> イベント初日にしていや瞬殺も瞬殺よね すごい秒で片付ける確かにやばい集団 <laughs> ビランズだからねこちらさすがでいらっしゃいますいや私じゃないよファンの人がすごいだけだよ。<laughs> 米だら飛んでて臭い。米だら飛ばされんのやばいね。受け止めきれない、さすがに私も。視聴者ランキングが見たことある皆さんだらけ。ガチじゃんどうした やっぱみんなでこうやって歩いてくるんだこうやってこうやってこうやって歩いてくるんだ <laughs> えちょっと待って歩くまでうますぎない私こうやってこうやって歩いてくるんでしょ 最強,強豪チームっぽいって言われてるよ30万ポイント達成しました <laughs> 初日 <laughs> ねえ初日 <laughs> ねえ その人たちわきまえてないわ弦道 <laughs> タイミングよく壇上サインとくっちゃうしまあそうそうなんだけどね <laughs> 初日で終わらせる気だ <laughs> やばすぎる 段階があるんだそのなんていうの達成ポイントにも段階があって3段階あーなるほどねえ待って待って3段階あってもう2個クリアしてんのやばいやんやばいやん <laughs> こういう人たちすごすぎるやん うん、イベントを把握する前に終わってるからね私が何してんのマジで今日からのイベントを今日片付ける女 <laughs> いやすごいよほんとにやばい米俵が一回一回一回やって持ってんのにこっちからも投げて「あ <laughs> 私の体重よりも重たい米俵始めれば終わるやそう誰そんな素敵なこと言ったの私だ <laughs> いやガチで始めれば終わるんですよ視聴者ランキング2割なんよ <laughs> いやガチで本気出してるやん君たちおい待て ねえ千と千尋の船みたいになってる嫌だ嫌だ嫌だみたいな見た目になってきてるやめて神様いっぱい「ちゃん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 っつって降りてくるみたいやめてペルンペルンつって。 짠짠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  <resume: sin> 知っ,て知ってる千と千尋見たことある透けてきて千尋の,の体が透けてきて「嫌だ嫌だ嫌だ!やだやだ」ってなってる時にこっちから船が来るのよそしたらこうやってあのしゃもじじゃなくてなんだっけちょっとやばいやばい今のやばい「えしゃく」違う <laughs> それ俺えええ何て言うんだっけこういう しゃもじ、しゃもじもってさ、こう。しゃもじじゃなくて、なんてただ <laughs> タの、食いしん坊でくさ。そ <laughs> <laughs> れい、こうやってさ、しゃもじもってさ。てん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 陽気な、陽気な食いしん坊。 <laughs> な,んなんて尺んていうのこうこうやつ <laughs> に絵星をのっけた神様たちが四角い神様たちがミョンミョンって扉から出てくるの。じゃあ扉設置しなくてよくねもともとっていう感じなんだけど尺なんかよくないやつじゃない 許してもらうときのやつじゃないのそれ許すやつねいちごプリン先生っていちごプリンになったの次はそうよかったね どこでも食べ物拾ってくんのやめなさいって言ったでしょ私ねどこで拾ってきたのか知らないけれどもうんよかった <laughs> 5歳児 <laughs> 5歳の人いるんだけどねえよかったねいちごプリンもらったのうんよかったね すぐ拾ってくるんだからもう気がついたら何でも拾ってきちゃうのよ <laughs> うちのグラム先生はやばい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 どうしたどうしたどうしたええ,え <laughs> だわらめいてるやばいやばいちょっと落ち着いてー落ち着いて 落ち着いて落ち着いて終シーーになっちゃう <laughs> 定期やばありがとうございますすごいねなんかわんさかわんさかここにもさもさしてる 年貢か <laughs> 納めに来た納めに来たんだすごいねもうクリアしちゃったんじゃない <laughs> てかしてんのか30までしてんのかもうやめてびっくりしちゃうびっくりしちゃうからこのイベント10日間あるんだねねえ <laughs> 10日もあるのにねなんだろうもう ななんだろうなんかすごいねー <laughs> 10日もあるのになんかもみんななんかもう2段階ぐで来ちゃったみたいな <laughs> 10日もいらないよねーじゃないんだよ <laughs> やめなさい <laughs> やばっ 16万ポイントだってやばすぎるやんうでしょいちょっともうい今日はもうほんとみんな無理しないでくださいありがとうございますなんかモサモサしてるし「つよつよ集団2日で十分」<laughs> モサがモサした <laughs> おもんないどうおもんないいやちちちやめてやめてそんな無理するないこれ無理しろじゃないから私そんな鬼畜じゃないからほんとに。 ありがとう。振りじゃないですからね。いやなんか <laughs> 頭痛くなるわ。でも楽しかったです配信ありがとう。はい。 じゃあそろそろねランキングを確定させたいと思います皆さん本当にすいませんなんかいろいろとたくさんはいこのさ壇上がさ変わるのっていつ変わるんだろうか次変わったら読もうかなまだ全然あのこう入れ替わる とかってないかな更新されてない順位になっちゃうかもしれないんだけどじゃあこれで確定しますえー、7位が田舎オおしゃるさん6位がゴーちゃんえー、5位がりょがさん4位がビスコさん3位がフォッカーさん2位がゴリエムさん1位が堀もきさんですありがとうございます と。三位から一位までの方に。ランキング、壇上サインを書きたいと思います。はい。ありがとうございました。ちょっと一回す。ごめん、ごめん。はい。スクショします。ほっ。よし。ありがとうございました。おやすみー。 バイバーイ。ありがとう。